分かっている。私カザリアサミの役目はある意味スパイだ。アクティブレイドブルーレイの実態を把握報告する。ブルーレイは各巻4話収録、しかも全てディレクターズカット版で、私聞いてないんですけど、テレビ放送版よりも長い？長いってどれくらい？わからない？やってみなきゃわからない？どういうことですか？そんないい加減な！アクティブレイドのブルーレイも私が仕切る！